ねえみんな、最近は女性が活躍しやすい環境づくりをしている企業が増えていると思わない？そうですね、女性管理職の方も多くなってきた印象があります。県でも女性が活躍する機会を増やすためにいろんな取り組みをしていますよね。そうなの。だから今回は女性の活躍推進についてお伝えしたいと思います。広報2課は県民に分かりやすくかつ有意義な広報番組を提供するため、自らレポートし自ら伝えるメンバーを集め、特別に編成されたプロフェッショナルの広報集団です。今後ですね、県内の労働力人口が急速に減少すると予測されておりまして、地域経済の活性化とか企業の競争力向上のためには女性が活躍できる環境を整えることが必要になってまいります。女性が活躍することのメリットを教えてください。女性が継続して働き続けることで、次のステップとして企業の意思決定の場に関わることができるようになります。新しい商品とか新しいサービス、創意工夫がもたらされることになります。つまり企業の成長力強化につながることになります。今後の課題について教えてください。女性の活躍がですね、地域や企業の活性化につながるという考え方を、社会共通の意識として浸透させていくことが必要になってきます。また企業の中で女性人材を育成して、女性の管理職登用につなげていく、こういったことも必要になってきます。これらの課題を解決するためにも、現在法律で従業員数が301人以上の企業には、女性が活躍できる行動計画、こちらの策定が義務付けられております。そこで私は女性の活躍を応援している企業を訪ねてみました。こちらではどのような女性が活躍できる行動計画を立てているのでしょうか？大きく2つありまして、1つは女性の雇用を推進するもので、もう1つは男女平等な業務分担をするということを掲げております。弊社ではリクルートにおきましても、女性の方が説明してもらって、女性にも興味を持ってもらえるような説明会を行っています。で、あと女性の技術者も現場に従事しておりますし、あとは男性も女性も変わらず業務に応じた評価を行っています。ですので男性も女性も変わることなく昇進もできますし、キャリアアップというものもイメージがつきやすいようにはしています。行動計画を実施してどんな変化がありましたか？はい、行動計画ができてからは積極的に女性職員も外部セミナーに参加しています。子ども関係の有給取得においては上司や同僚の理解も得られて、とても有給が取得しやすい環境にあると思います。県では女性が活躍できる行動計画を策定している企業の取り組み内容や経営者、社員のメッセージを紹介するウェブサイトを設けています。ぜひご覧ください。県内には女性が活躍できる企業がたくさんあることを多くの方に知ってほしいですね。女性が活躍できる企業がさらに増えて、長崎県がもっと元気になるといいですね。ところで今回の番組の内容は県の全世帯広報誌伝える県長崎12月号にも詳しく掲載されています。番組と合わせてご覧ください。では今回の内容をもう一度確認という方は、長崎県のインターネット放送局ヨカテレでチェック。